世界中に多様な話ではあるが、以前巨人はやりすぎてしまったのです。我々が教えた収量を上げる技術に依存しすぎたというドキュメンタリーを見たことがあって、現場の責任にするのか、なんとなく納得いかないのだが、それでもアメリカでもビッグスリーが破綻した時にトップは3桁の億単位のボーナスをもらっていた現実が、現場が私の指示通りにやらなかったか、現場が納得する指示を出さなかったか、責任を取って自分もクビになりましたというのは日本的な価値観なのかもしれないが、その結果として現場がガタガタになる現実もまああり、問題はどこにあるか、そういうのをはっきりさせるというのは非常に大事にはなってくる。先に計画書を提出、それの検証を先にした方が後々責任がわかりやすくなる。